はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、顔のこりを解消していく方法をお届けしていきたいと思います。はい、まあね、最近ですね、寒くなってきてですね、相談お悩みをいただきました。最近ね、こう顔がね、冷たく感じるとかですね、こわばって顔が動きにくいとかですね、そういうお悩みなんですけども、プラスメイクの、ノリが悪くなってきたとかですね、お化粧を取った時の肌荒れがひどくなったとかですね、そういうお声もいただくんですけども、これはほぼほぼですね、顔の筋肉が凝っているからなんですよ。顔の筋肉が凝っているから、化粧のノリが悪くなったりとか、肌荒れしやすくなるということなんですね。で、顔のコリっていうのはですね、こんだけ寒かったらですね、顔のところに外気でですね、吹きさらして冷たくなるのは当然のことなんですよね。寒くなったら、こう首元ならマフラーしたりとか手袋をしたりするじゃないですか。でも顔にはね、何もできないですよね。本当にできるとしたら、覆面ですら、プロレスラーのですね、マスクをかぶるしかないと思うんですけども、そういうのってありえないじゃないですか。ありえないんで、自分でこの顔のね、筋肉のコリを取っていくっていう簡単な方法がありますんで、それを今日はちょっとお届けしていきたいと思います。まあ、この顔のコリを取っていかないとですね、お化粧のノリも悪くなったりとか、お化粧の後の肌荒れもひどくなってきますし、どん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 やっぱり、ね、顔の筋肉が疲れてくると、凝ってくて疲れてくると、たるんできます。たるんでくるとですね、どんどんこうシワになったりとか、ひどくなればシミとかにもなってくるんでね、注意してね、やっていってほしいと思います。はい、でですね、いつも使っているこの炭酸性体スプレー、こちらの方を使っていきたいんですけども、これを顔にね、1週2週かけてください。で、1週2週かけている間にですね、この炭酸ミストが顔の皮膚からですね、浸透して毛細血管を拡張させます。毛細血管を拡張させるということはですね、筋肉に栄養素が送り込まれるということなんですね。筋肉に栄養が送り込まれるということは、硬くなっている、疲れている筋肉に栄養素が行くことによって筋肉が動きやすくなるんですね。で、肩こり、腰痛もそうなんですけども、硬いところっていうのは基本ですね、血液の循環が悪いところなんですね。血液の循環が悪いから硬くなって、動きが悪くなって痛くなるというところなんですよ。それが顔にも起きている現象だと思っていただけたら分かりやすいかなと思うんですけども、今回はツボとリンパを意識したセルフケアとなっておりますので、本当に簡単にできますので、ぜひ一緒に、ね、やっていきましょう。でですね、人差し指から中指で結構なんで、この鼻のところですね、鼻筋から1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、この鼻筋から下がってきて、この頬の骨に沿ってですね、5分割です。1、2、3、4、5。で、もう一つ、6でも結構です。5から6ですね。2、3、4、5、6。なるべくこの耳の近くまで行ってください。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6です。はい、これを10回やってみてください。で、これ何をしているかというとですね、ここにツボがあって、この刺激をすることによって血液の循環を向上させるっていう役割と、リンパもここに流れてるんで、リンパを流すっていう2つの要素がありますんで、これをするとですね、筋肉の循環、筋肉の動きですね、筋肉の動きが良くなって、この顔のコリが解消されていきます。はい、で、これをですね、10回やってみてください。はい、よろしいでしょうか。で、この次に、ここから次下に下がっていきます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、この下顎のこのところですね、下まで行ってください。1、2、3、4、5、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 これも10回押してください。こちらもね、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、これもね、10回やってみてください。で、ここもね、筋肉だったりリンパの、ね、流れを活性化させるために軽く刺激を与えていくんですけども、力加減としてはですね、この皮膚から骨があるのを感じれるぐらいの力加減で結構です。そんなにグイグイ押さなくて結構なんで、そっと当てるような感じ、骨を捉えるような感じですね。1、2、3、4、5で、1、2、3、4、5ですね。はい、ここまでやりました。その次はですね、この顎の方から、こう顎先の方に向かって中指で1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、こっちも1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、
1,2,3,4,5 ですね。はい、これも10回やってみてください。で、これおさらいいきますと、中指で鼻のこの目頭の横から1,2,3,4,5ですね。1,2,3,4,5、はい、でそのまま下に1,2,3,4,5、この顎のところ、骨の際ですね、下まで行ってください。1,2,3,4,5、1,2,3,4,5です。はい、でその次にこの顎のここから次顎先の方に向かって 1,2,3,4,5、 1,2,3,4,5 で、指1本がちょっとねこうふらつくんであれば指2本でですね、1,2,3,4,5 でも結構なんでやってみてほしいと思います。で、この次最後なんですけども、手をこういう形にして流してください。2,3,4,5,6,7,8,9,10、はい、こっちも1,2,3,4,5,6,7,8,9,10です。はい、よろしいでしょうか。まあ、これがですね、一連のセルフケアとなっているんですけども、まあ、これをしていただくとですね、顔のこのこわばり、冷えからくるね、顔のこわばりであったりとか、顔のこりが解消されていって、お化粧のノリも戻ってきてですね、お肌の荒れも解消していくと思います。血液の循環を良くするっていうところが一番のポイントなんで、ぜひね、一度試してみてください。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、そのコンセプトの中に3つ掲げております。1つ目はですね、誰にでもできるというところです。で、2つ目が確実に効果が出るというところですね。で、3つ目がですね、一番ポイントなんですけども、楽しんでやっていただくというところなんですね。1つ目、2つ目はですね、当然のことなんですけども、3つ目がですね、非常に重要で、楽しんでやっていかないと続かないんですよね。人っていうのはですね、面白くないとか楽しくないとですね、続かないものなんですよ。これはもう勉強でも教育でも何でもそうだと思うんですよね。なので僕はですね、楽しんでいただけるための動画ということですね、心がけております。で、あと1つ目2つ目はですね、この炭酸生態スプレーですね、こちらの方がですね、セルフケアを簡単にしながらかつ効果が出やすいような方法でですね、お届けしているんですけども、このポイントはね、血液循環にあります。血液循環が良くなれば痛みが取れたり、しびれが取れたり、血液循環が良くなればシミが消えたり、シワが消えたり、たるみが消えたりということなんですね。まあ、そういうことをですね、日々配信しているんですけども、よかったらですね、皆さんもですね、このチャンネルを困っている方、知り合いの方にね、シェアしていただけたら非常にありがたいです。そしてですね、こちらのスプレーがですね、本当に毎日のようにですね、コメントいただいて、たくさんの方に使っていただいております。本当にありがとうございます。これからもですね、どんどん僕のですね、この YouTube の動画配信もしていきたいと思いますので、気になる方はですね、概要欄に貼っておりますアンジー久しからの直接購入と、 Amazon、Yahoo、楽天、あと Q10 の方でもですね、購入販売ができますので、よかったらそちらの方からですね、お買い求めいただけたらと思います。またこれからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画配信をですね、頑張っていきますので、どうか応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。